まったく、ひどいものね。どうしたんだ、霊夢、親の仇でも見るような目をして。マリサ、どうしたも、こうしたもないわ。これを見て。リニアモーターカー工事に県の許可が下りない地下水現象の可能性を考慮。リニアモーターカー、県が反対しているから作れないんだって。これは世界レベルの事業なのよ。もっと対極的な視点で物を見れないものかしら。なんだ、そんなことか。珍しいな、霊夢がこんなことで怒るなんて。私が義憤を感じちゃいけないの？それに、マリサ、なんでそんなにのほほんとしてるの？マリサってこういう機械とか電気、好きじゃなかった？好きだぞ。期待と不安で胸が核爆発しそうだ。なら、なんでそんなに冷静なの？なんかもういつものことすぎて、今更感しかないからな。よし、それじゃあ、今日は鉄道について解説するぜ。初めての公共旅客鉄道が開通するまでな。聞くわ。それにしても、はぁ、なんだ？お賽銭の記録？減ってるな。まったく、信仰心が足りないわ。八つ当たりだったのか。レール、つまり軌道の歴史は古い。最初の軌道が確認されたのはいつ頃のことだと思う？その言い方だと古そうね。紀元前600年にはすでにあったとか。古い。車輪の発明が紀元前7000年以上前だ。驚くには当たらない。最初の軌道は道に掘られた溝だ。溝の中に車輪を通すと雨が降っても横滑りしないで進める。恐れ入ったわ。まさかそんな昔からあったとは。とはいえ、この溝は現代の鉄道には繋がらない。じゃあ、なんで紹介した？14世紀になると木製のレールが確認されるようになる。このレールは主にある場所である用途で使われていた。わかるか？そんなこと急に言われても。ヒント、RPG をプレイしたことのある人ならば、大体見たことあるはずだ。あ、わかった。鉱山ね。トロッコ。正解だ。主に炭鉱だな。でも、ゲームに出てくるトロッコは描写が不完全だ。トロッコは鉱山内の運搬だけじゃなくて、離れた場所にある運河に採掘した鉱石を運ぶために使われた。これを貨車軌道と呼ぶ。運河にまで運ぶのはどうして？石炭は重い。重い荷物を大量に運ぶには船が一番適している。それは現代でも変わらない。なるほど。でも、トロッコは人が押していたの？大変じゃない？鉱山から運河までは重力の力で転がして下ろしていたぞ。引き上げに関しては、下りのトロッコと滑車を繋いで引き上げる方法もあった。でも、もっと一般的なのは馬だな。馬が鉱山まで上り坂を引いていった。これを馬車軌道と呼ぶ。お馬さん、ご苦労様です。ちなみに運河で船を引くのも馬だった。本当にご苦労様です。初期の鉄道は主に鉱山の付帯設備だったんだ。でも、ある国で、世界最初の公共鉄道が生まれる。どこだと思う？ヒント、大量生産大量消費の始まりだ。産業革命、答えはイギリスね。その通り。鉄道の歴史は18世紀から19世紀にかけてのイギリスから始まるんだ。大英帝国万歳。ロンドンの南のサリー州に大きな工業地帯があった。毎日、大量の原料を受け入れて、大量の製品を出荷しないといけない。そのために運河か鉄道かを共同で作ることを検討して、鉄道になった。開通は1803年。これが世界最初の公共鉄道。サリー鉄道だ。運河の何がいけなかったの？大量輸送に一番向いているのは船なんでしょ？主たる要因は水だ。運河を作るとなると、川から水を引き込む必要がある。でも、産業革命初期の工場の動力は水力なんだ。運河に水を取られると、工場が動かなくなって本末転倒になる。真っ当な判断ね。ところでこの鉄道は儲かったの？なんといっても世界最初だし。それがさっぱりだ。輸送コストの低減目的に作られたから、運賃は低めに抑えられたとか。サリー鉄道は現代の鉄道とはまだ遠い。いろいろと足りない。時刻表もない。そして何より動力が足りない。機関車？そう。機関車。蒸気機関が足りない。蒸気機関のアイディア自体はかなり古い。それこそ古代ローマの頃にすでにあった。でも、それがようやく実用化されたのは、18世紀になってからだ。ワットだったかしら？一番有名なのはワットだな。でも、蒸気機関の実用普及に関しては、他にも何人もの人の貢献があった。最初はこの人を紹介しよう。あれ、ドイツの人なの？蒸気を動力にするってアイディアはイギリスの専売特許じゃないからな。ワットより1世紀前に生きた人だ。蒸気機関のアイディアをいろいろ出している。一説にはワットの蒸気機関も元をたどればこの人に行き着くとか。すごい人なの？評価は微妙だな。結局アイディアだけで、実験すらしなかったからな。圧力鍋の発明者としては認められているけど。蒸気機関関係ないわね。次はこの人だ。
イギリス人が来たわね。トーマス・セイバリー。ここからはイギリス人の独壇場だ。セイバリーは商用のために実際に動かすことができる蒸気機関を世界で初めて作り上げた。これがセイバリーの作った蒸気機関、火の機関と名乗った。鉱山の湧水を吐き出すためのポンプとして作られている。イギリス王ウィリアム3世の前で公開実験を行い、蒸気機関として初の特許をもぎ取っている。なんだかよくわからないけれど儲かりそうね。ああ、儲かった。負の影響もあったけどな。何事？火力によって湧水する装置っていう大雑把な特許だったからな。類似のものを考えたら、どうしても引っかかる。他の技術者を萎縮させるには十分だ。こんなにも早く既得権益が、始まりに過ぎないぜ。次はこの人の出番だ。トマス・ニューコメン。ニューコメンは実用に足る蒸気機関を初めて作り上げた。セイバリーの火の機関は？火の機関は死守の欠陥を抱えていた。デモンストレーションには成功したが、現場ではほとんど役に立たなかったんだ。開いた口が塞がらないわ。ところで、これ、何かで見たことあるわ。もう天空の城のオープニングとかか？ニューコメンの蒸気機関は、鉱山の排水や都市の水道局でポンプとして実用された。やった。儲けたわね。それは微妙だな。どうして？さっきのセイバリーの特許権に引っかかったからだ。ニューコメンが自分の蒸気機関を売るためには特許料を支払う必要があった。全然形が違うのに。ニューコメンは特許料の支払いを避けるために、セイバリーと手を結んだ。けれど、商売っ気の強いセイバリーに対して、敬虔なプロテスタントだったニューコメンの間には圧力があった。ニューコメンが発明したにもかかわらず、実用化された蒸気機関は、当時セイバリーの蒸気機関の名前で売られた。嫌な予感しかしない。セイバリーが亡くなって、特許権が管理会社に引き継がれる。でも、ニューコメンはすぐに構成員から外れている。多くの技術者がそうであったように商売っ気がなかったんだ。それがたたって実用化にいいようにされてしまったんだな。悲しい結末ね。私だったら、ぶん殴っているわ。今では再評価されているからな。それが救いだ。さあ、次はいよいよこの人だ。ついに出た。ジェームズ・ワット。ワットはニューコメンの蒸気機関を改良したんだ。効率と能力がずっと上がった。消費する石炭の量は4割なのに、仕事量は 2.5 倍にも及んだ。つまり、石炭消費量に対する仕事量は6倍以上だ。圧倒的だな。技術革新半端ないわ。ワットの蒸気機関の派遣ね。いや、特許料が価格に上乗せになったから、代替わりは緩やかだった。いまいち引っかかるわね。それはさておき、ワットは蒸気機関に有線歯車を組み合わせることで、回転運動を取り出すことに成功している。現代のエンジンやタービンと同じようにな。これで動力としての応用力が格段に増した。ということは？蒸気機関で動く乗り物が発明される。まず、先行したのは水上だ。蒸気船がアメリカで一歩先んじて普及される。あれ？イギリスじゃないの？蒸気船の開発はイギリスが先行した。実際に運河で蒸気船を走らせたのもイギリスが先だ。だったらどうして普及しなかったの？なんやかんやで反対された。途中にロックが多すぎて速度を出しきれないとか、大きな波を起こしすぎて運河が壊れるとか。もやもやするわね。新しい技術が出るときはいつもこんなもんだ。続いて陸上。蒸気自動車だ。これは企業の砲車だ。フランスで作られた。一般的には世界初の自動車として知られている。自動車でもフランスに先行されたのね。こいつの2号車が世界初の自動車事故も起こしてしまったんだがな。そのままお蔵入りでフランスの蒸気自動車は潰えた。何やっているのかしら。先は越されたがイギリスでもちゃんと作ったぞ。4頭立ての馬車並みに走れるやつだ。営業運転もしている。まあ、馬車組合の圧力で潰されるんだが。マリサ、今日の解説、潰えたとか、潰されたとかそんなのばっかりじゃない？さすがに気がめいってきたんだけれど。新技術っていうのはそんなもんだ。昔も今も、多分これからもずっとな。愚かしいわね。さて、いよいよイギリスのターンだ。この人を紹介しよう。リチャード・トレビシック。世界初の人を乗せて走れる蒸気機関車の発明者だ。ついに来たわ。トレビシックはワット型蒸気機関とは別の蒸気機関を開発したんだ。そうしなければいけない理由があった。何があったの？トレビシックの父親は鉱山技師だった。最初は鉱山のためにワット型蒸気機関の導入を推進していた。でも、ワットの態度を見て考えを改める。何？ワットが何かしたの？鉱山に部下を派遣して蒸気機関の監視をさせていた。表向きは機械の管理だ。でも、実際には鉱山が独自に新技術を作って、特許を回避されることを妨害していた。ちょっと信じにくい話なんだけれど。だってワットよ。教科書にも載ってるし、単位にもなっているのよ。
間違いなく科学の進歩に貢献した人よ。高性の評価だな。実は派遣された部下も、ワットに秘密で新型の蒸気機関を研究していたんだ。模型も作っていた。でも、ワットに見つかってしまって、模型を叩き壊さざるを得なくなる。挙句に研究を止めさせられてしまう。呆れるわ。偉人でも老害化は避けられないのね。ほどほどにしとけ。トレビシックはワットの特許を回避した新型の蒸気機関を開発する。けれど、これにワットはバリゾーゴンのおまけ付きで差し止め命令を出す。バリゾーゴンの内容はあえて聞かないわ。厚かましく、無知で、横柄なやり方をごちゃ混ぜにしているので、うまく自分の主張を守りきれない、だそうだ。聞かないって言ったわよね。ふう。それで新型の蒸気機関は何が違うの？使用する蒸気の圧力だ。ワットの蒸気機関は大気圧かその少し上程度の圧力で動いていた。大気圧っていうのは 14.7psi 程度だ。対してトレビシックの高圧蒸気機関は 145psi 程度で動いている。桁違いじゃないこれならワットをボコボコね。だからほどほどにな。ワットの特許も切れてチャンスだった。高圧蒸気機関の性能をアピールするために蒸気自動車を走らせたんだ。しかし、これがなかなかうまくいかなかった。肝心の蒸気機関に根本的な欠陥なんて言わないでしょうね。良かれと言うべきか、それはなかったな。でも、何かにつけて爪の甘さが目立った。最初に作った蒸気自動車の名前はパフィングデビル号。蒸気圧の安定がいまいちだったが走り出した。でも、途中で故障して動かなくなった。やっぱり最初はうまくいかないものなのね。運転手は故障した車を放置して、パブで食事をしていたんだが、火を消し忘れて火事になったぜ。お粗末すぎない？トレビシックはもう一度、蒸気自動車のデモンストレーションをしている。火事は起こさなかったけれど、途中で車体がねじれて、肝心の蒸気機関も燃費が悪かった。結局、蒸気自動車の実用化にはこぎつけられなかったんだ。まあ、それは最初からわかっていたわ。でも、早く蒸気機関車を作ってくれないと不安になるわ。この後に作るぜ。鉄工所用の蒸気機関を。蒸気機関車を待っているんだけれど、この鉄工所用の蒸気機関を台車に乗せて動かしてみせたんだ。これこそ世界初の蒸気機関車だ。え？世界初？世界初なのに、そんなついでみたいに作られたの？製鉄所の名前を取って、ベナダ連合だ。トレビシックにとってより大事なのは蒸気機関であって、蒸気機関車ではなかったからな。なんだか盛り上がりに欠けるけれど、ついに蒸気機関車の時代が来たのね。いや、そうはならなかった。事故が起きてしまうんだ。4人もの死者が出てしまう。え？何が起こったの？蒸気機関車は直接関係ない。場所も別だが、トレビシックの作った運転中の蒸気機関が事故を起こすんだ。圧力容器が高圧に耐えきれず爆発した。装置の欠陥？トレビシック曰く操作ミスだ。人が死んでいるのにそれはひどくない？後期と見たんだろうな。ワットはこの事故を挙げて、議会に高圧蒸気機関を禁止するように働きかけたんだ。だからトレビシックも、操作ミスと答えるしかなかったんだと思うぜ。モヤモヤがまたやってきたわ。この頃は、人間のミスを許容するような設計思想はなかったと思うぜ。反省はしたんだな。以降の蒸気機関には安全弁を追加している。それで機関車の方はどうなったの？別の鉄工所の持ち主が機関車の性能を疑った。それで賭けをすることになった。どんな？10トンの鉄を引っ張って町から町へ 16km を移動できるかだ。ありていに行ってかなりの注目を集めた。政府の人間も来ていた。ワットが警告した高圧蒸気機関の危険性を確かめるためにな。失敗できないわね。これは高圧蒸気機関にとっては決戦じゃないの？ああ、重要な勝負だ。ここで何かあったら、イギリスの科学技術は遅れることになったかもな。ということは？あれこれ問題はあったものの、大方の予想を裏切ってペナダ連合は 16km を走り切った。ペナダ連合とトレビシックの勝利だな。やったわね。今度こそついに蒸気機関車の時代ね。それが、まだもう少し待つ必要があるんだ。また？技術だけ言っても、いろいろ課題があった。機関車、いや、鉄道はいろんな機械が合わさった複合システムだ。蒸気機関の改良もまだまだ必要だったが、他の部分もだ。例えばレールだな。ベナダ連合は 16km を走り切ったけれど、途中でレールを壊している。たった1回の走行でこれでは使い物にならない。トレビシックはこの後どうしたの？ロンドンで機関車のデモンストレーションを一度だけ行ったぞ。キャッチミーフー剣豪という機関車をもう一度走らせている。やっぱりこの時もレールが破損した。途中で中止になっている。トレビシックはこれ以降、蒸気機関車を作ることはしていない。興味を失ってしまったらしい。無情ね。蒸気機関車の父とも言える人の最後としては、勝手に最後にするな。この後、蒸気フスで死にかけたり、
会社を倒産させたり、南米の秘境を命からがらさまようことになるぞ。ノーコメントとするわ。ああ。でも、トレビシックの残したものはちゃんと受け継がれているんだぜ。本国イギリスにはもちろん日本にもな。トレビシックの孫が二人ほど、明治の日本に来ている。創業期の日本の鉄道を指導したんだ。二人とも日本人と結婚している。祖父の背中を見ていたのかしら？多分な。さて、話をイギリスに戻そう。ウィラムという炭鉱の町があった。ここの地主で経営者。名前をクリストファー・ブラケットという。ブラケットはさっき話したペナダ連合の賭けを見ていたんだ。興味を持ったブラケットはトレビシックの蒸気機関車を自分の炭鉱用に購入する。いろいろ問題があったんじゃなかった？その通り。もともとあった木製レールの上を走らせたんだけれど、すぐにレールが壊れた。木製じゃね。結局、購入した蒸気機関車は解体する羽目になった。でも、ブラケットは諦めなかったんだ。ブラケットは何の技術を発明したの？ブラケットは何も発明していない。ブラケットは鉄道に出資した人だ。お金だけ出したということ？バカにしたもんじゃないぜ。トレビシックがデモンストレーションを繰り返したのは資金集めのためだ。蒸気機関車から手を引いてしまったのは資金集めに失敗したからだ。ブラケットが出資者となったことで、このウィラムの町に技術者が集まり、途切れることなく鉄道の研究を続けることができたんだ。ここで培われた技術が鉄道を実用化にまで繋いでいくんだ。そして、鉄道の父と呼ばれる男もここで生まれた。ついに来た？ああ、ついに来た。紹介しよう。ジョージ・スティーブンソン。鉄道の父と呼ばれる男だ。この人は何を発明したの？鉄道の父と呼ばれるくらいだから、よっぽどすごいものを作ったんでしょう？これといったものは何も発明してないぜ。なんで？鉄道の父、海の親なんでしょう？鉄道っていうのは一つの機械じゃない。複数の機械技術や社会的要因が組み合わさった複合的なシステムだ。スティーブンソンはそれらを取りまとめて実用化する能力に長じていたんだ。幅広い分野で教育を受けた人だったの？それとも天才？むしろ逆だな。スティーブンソンはウィラムの貧しい家庭の子供だった。少年時代は炭鉱で働き詰めの生活だ。読み書きもほとんどできなかった。最悪の環境ね。当時のウィラムではこれが一般の生活水準だったんだけどな。スティーブンソンだけが特別悪かったわけじゃない。でも、スティーブンソンはこの水準に満足しなかった。独学して読み書きを覚えて、炭鉱キリングワースで蒸気機関の開発者としての職を得るんだ。やるじゃない。やるやつなんだ。キリングワースで実績を積んだスティーブンソンはいずれ、鉄道が大きく飛躍して一大産業になると確信を得る。スティーブンソンは心強い味方を得て、蒸気機関車の製造会社を立ち上げるんだぜ。その名はロバート・スティーブンソン&カンパニーだ。ロバート？誰それ？ジョージ・スティーブンソンの一人息子だ。つまりジュニアだ。父ジョージは自分が得られなかった十分な教育を息子ロバートに与えている。学校を卒業した後は、炭鉱で技術者としての経験を積み、父と一緒に会社を立ち上げるまでになるんだ。自慢の息子かしら？きっとそうだったと思うぜ。父ジョージの功績とされているもののうち、結構な部分が息子ロバートのものだったりする。話を鉄道に戻そう。鉄道が炭鉱から運河を通って鉱石が運ばれていくっていう話は最初にしたな。うん。例に倣って、鉱山シルドンから、陸路交通要衝ダーリントンを通って、港町ストックトンまで運河を作る計画が持ち上がる。高名な土木技師ジョン・レニーが費用を見積もりした。でも、費用が高すぎて計画は頓挫した。ならばと、途中のダーリントンを抜かして、直接鉱山とストックトンを運河で結ぼうとする。すると抜かされたダーリントンの反対でまたも計画は頓挫する。どこかで聞いたような話。そこで鉄道だ。鉄道ならばずっと安いコストで済む。運河推進派の反対は大きかったが、結局は鉄道を作ることで話はまとまった。やったわね。ここからがまた大変だ。鉄道を作るには国の承認を得ないといけない。鉄道を作る法律を提出するが最初は通らなかった。そんなことだと思ったわ。何が原因？主だったところで地主の貴族からの反対だ。貴族の趣味といえば狩猟だろう。狩るための狐がいなくなったらどうしてくれんだって。私利私欲を堂々と主張する意識の高さ。単純に未知なものへの危機感もあったと思うぜ。推進派は一度の廃案では折れない。計画を修正して再度議会にかける。今度は通った。鉄道ができることで得られるメリットではなく、鉄道が現在の環境を壊さないことを強調した推進派の作戦勝ちだ。議会制民主主義よ、永遠に。ここで、ジョージ・スティーブンソンの登場だ。スティーブンソンはストックトン・ダーリントン鉄道の主任技師に抜擢される。スティーブンソンの快進撃が始まる。快進撃かは知らないが、工事は順調に進んで鉄道は3年で完成した。でも、この後に及んでまだ肝心なことが決まっていなかった。何が決まってなかったの？
動力だ。スティーブンソンは固定式蒸気機関と蒸気機関車の併用を提言した。蒸気機関車については、実現すれば世界初の公共商用運転だ。固定式蒸気機関って？蒸気機関車と違って、蒸気機関が地面に固定されている。ケーブルを使って貨車を引くんだ。蒸気機関車よりも信頼性は高く、上り坂でも確実に貨車を引ける。ただし、一度ケーブルが切れると全線ストップになるのが困りものだ。ふーん。ところで、レールは大丈夫なの？壊れない？大丈夫だ。レールの技術も上がっている。ストックトン・ダーリントン鉄道では、それまでの鋳鉄レールではなく、単鉄レールが大部分に使われている。鋳鉄？単鉄？鉄は炭素を多く含むと割れやすくなるんだ。鋳鉄は炭素をたくさん含んでいて割れやすい。単鉄は炭素が少ないから割れにくいんだ。だから、重い蒸気機関車の負荷にも耐えられた。トレビシックの頃に比べると大きな進歩ね。レールといえば、霊夢。レールとレールの幅ってどれくらいの距離だと思う？そんなの知るわけないわ。鉄道によって違うんじゃないの？その通りだ。でも、レールの幅がある程度統一されている方があらゆる面でメリットがある。この時、蒸気機関車が走行するのに最適な幅として 1435mm が決められた。これは標準規といって現代の鉄道の6割以上を占めるほどに普及している規格だ。日本でも？関西の私鉄は標準規が多いな。土地が狭い分標準規は少ない。話を戻そう。スティーブンソンの提言は無事に採用されて、蒸気機関車が世界初の商用運転をすることになる。蒸気機関車はロバート・スティーブンソン&カンパニーに発注される。世界初の商用運転用機関車ロコモーション号だ。さあ、これで準備は整った。1825年、ストックトン・ダーリントン鉄道の開通だ。開通式の予定は全国紙に載る。急遽作った客車の切符は立ちどころに売り切れたぜ。すごい反響。当日も多くの人が駆けつけたぜ。最初に固定蒸気機関で運ばれた客車は途中で蒸気機関車に切り替えた。蒸気機関車の性能を確かめるため、ゆっくりと、時に速く時速 24km で進む。合わせて90トンを引いてな。故障はしなかったの？しなかった。終点であるストックトンまで無事にたどり着く。4万人もの観衆に歓迎を持って迎えられる。21発の祝砲も放たれた。祝砲は迎える相手によって数が違う。21発は国家元首や国旗に対して使われる最高の数だぜ。やったわ。ところで、馬で引っ張ってたサリー鉄道は儲からなかったけれど、そっちも大丈夫だ。鉄道の管理会社は右肩上がりに利益を出した。ついに私たちの知っている鉄道がここに誕生したのね。まだだぞ。あれ？ストックトン・ダーリントン鉄道の貨物は石炭が 90% を超えていた。乗客については 1% にも満たない。乗客を乗せるにはまだ待たないといけないの？実はストックトン・ダーリントン鉄道と並行して、もう一つの鉄道計画が進んでいたんだ。これが全区間を蒸気機関車で牽引し、多くの乗客を運ぶことになる世界初の商用旅客鉄道だ。その名はリバプール・マンチェスター鉄道。今回紹介する最後の鉄道だ。リバプールは港町ね。マンチェスターは確か内陸の大きな町よね。炭鉱だった？炭鉱じゃない。産業革命の中心地で工場だぜ。必要によって鉄道が計画されるわけだが、事情がまた異なる。リバプールから原料を運んで、マンチェスターから製品を出荷していたんだが、これが時間がかかった。相変わらず馬が引いていたんだが、その手綱を握っていたのは人間だ。つまり、人の歩く速さでしか荷物を運べない。おまけに、運送の需要は増すばかりなのに、運河管理会社が利権を独占しているものだから、運賃も下がるどころか増すばかりだ。これだから既得権益は、そうは問屋が下ろすまい。鉄道推進派が現れる。推進派は主任技師としてスティーブンソンを任命する。スティーブンソンは鉄道が完成すれば、貨物の輸送費が運河の場合より3分の1にまで圧縮できると見積もる。実現すれば、儲けは大きいわね。儲けだけじゃない。鉄道で運ばれてくる生活物資の値段すべてが格段に下がる。鉄道や工場に直接関係のない市民の生活も豊かになる。いいことずくめじゃない。でも、やっぱり反対派は出てくるのよね。わかってきたな。反対派は地主の貴族と運河管理会社だ。法案を提出するが、通らなかった。もはや予定調はね。原因は？原因は3つ。1つは蒸気機関車を採用すると明記してしまったこと。ダーリントン・ストックトン鉄道の場合ではあえて曖昧にしてあったんだが、ここでは明記してしまった。道のものへの危機感を煽ってしまったんだな。この時点ではダーリントン・ストックトン鉄道は開通してないぜ。2つ目は準備の甘さだ。反対派の地主は推進派を自分の土地に入れなかった。そこを推進派は不法侵入して調査をしている。推進派も大概無茶ね。そんなことだから調査結果は間違いだらけ。
おまけに調査の担当者が途中で破産して脱落する。ダーリントン・ストックトン鉄道も並行で進めていたものだから、満足な設計ができなかった。議会で鉄道業の計算について重大な誤りを指摘されてしまう。残業戦士の敗北ね。最後の一つはスティーブンソンの能力不足だ。独学したんじゃないの？議会での論戦に慣れていなかった。うまく意見を言えず、押し切られてしまった。国家議員に好きなように言われて頭にきたでしょうね。推進派はこの事態を重く見てスティーブンソンを解任する。鉄道の父なのに？代わって登用されたのはジョン・レニーとジョージ・レニーの兄弟だ。この兄弟はストックトン・ダーリントン鉄道のところで少し出てきたレニー技師の子息だ。高名な技師の子息ということで議会受けは期待できた。七光ってやつかしら？ところがこの兄弟、スティーブンソンとは違った意味で優秀だった。レニー兄弟はスティーブンソンの作った路線をガラリと書き換えてしまう。貴族の狩猟場や主要な運河道路の近くを通ることを極力避けた。逆に貴族たちの持つ炭鉱の近くには路線を通すようにした。工学的なだけじゃなく、政治的にもちゃんとした路線の完成だ。これが忖度ね。強く反対された蒸気機関車については、レニー兄弟はそもそも消極的だった。だから、蒸気機関車の運行については、いつでも議会で規制して構わないとした。大丈夫なの？そこって肝心要じゃないの？そして反対勢力の中心、運河の管理会社を切り崩しにかかる。鉄道管理会社の株を売却し、出資者の一人にしてしまおうとする。逆転の発想、実現したらすごいけれど、残念ながら失敗した。しかし、ここに強い味方が現れる。この状況で誰が？ウィリアム・ハスキソン。通称庁長官や陸軍植民地大臣など、閣僚を歴任した大物政治家だ。大臣とか、本当に国家レベルになってきたわね。最初からそうだぞ。ハスキソンは運河の管理会社ではなく、運河の持ち主であるスタッドフォード公と鉄道推進派をつなげたんだ。スタッドフォード公は当時世界で最も裕福と言われた人物だ。公爵は鉄道管理会社の株主になってくれた。これで最大の反対勢力が消滅して、なおかつ強力な資金的裏付けを得たわけだ。政治家もたまには役に立つ。晴れて法案は議会を通る。これでようやく工事に入れる。ここで鉄道建設にあたって実績のあるスティーブンソンが主任技師に再抜擢される。レニー兄弟も頑張ってくれたのにちょっとね。推進派としても苦渋の決断だったと思うぜ。そう？それで工事は順調に進んだの？64の橋梁。山の切り通し。さらには 7.6km の湿原辺の線路の敷設。並大抵ではなかったけれど、ちゃんと進んだぜ。やった。ついに開通ね。肝心なことを忘れていないか？何かあった？機関車だ。あ、確か、議会が拒否権を持っていたんだったかしら？その通りだ。そんな事情もあって推進派の中でも意見が割れていた。固定式蒸気機関か、蒸気機関車か。当然スティーブンソンは蒸気機関車を推す。けれど、固定式蒸気機関も粘る。推進派は結論を下せない。嫌な感じになってきたわね。大丈夫だ。詰まるところ、蒸気機関車の性能が証明されればよかったんだ。開通まであと1年待ったなしの時に、推進派は蒸気機関車の性能を試す競技会を開催する。少年漫画かしら？後にレインヒルトライアルと呼ばれる競技会だ。すでに完成していた線路を使って行われる。御用の機関車が出走に名乗りを上げたぜ。スティーブンソン自身も、ロバート・スティーブンソン&カンパニー製のロケット号で出場している。ねえ、それよりもおかしなのが混じってない？サイクロペット号のことか、なんだかよくわからないけれど、本当に参加したそうだ。これだけ大きなイベントにもかかわらず、どう走ったかの記録は曖昧だ。ただ、結果としては失格だった。蒸気が動力じゃなかったからな。そういう問題かしら？それでスティーブンソンは勝てたの？勝った。他の3台が故障を起こして走れなくなる中、問題もなく最後まで走り切った。そればかりか、競技会の要求性能が時速 16km で走ることだったにもかかわらず、時速 29km を達成している。これはそれまでの蒸気機関車の常識を覆す圧倒的な性能だぜ。採用待ったなし。もちろんだ。ロケット号の雄姿は新聞を通して全世界に伝えられる。リバプール・マンチェスター鉄道の注目を開通の前に大きく高めたぜ。怖いくらいにうまくいくわね。最高ね。ああ。そして1830年9月15日、開通式の日が来た。開通式はリバプールから始まる。開通を後押しした政治家のハスキソン、富豪スタッドフォード公、当時の首相ウェリントン公爵、後の首相ロバート・ピール、国家を動かすそうそうたるメンバーが出席する。何かあったらただじゃ済まなさそう。首相の到着からの音楽隊の演奏、祝砲、嫌顔でも盛り上がるぜ。やっぱり浮かれるわね。
リバプールでの式典が終わった後、ついに最初の蒸気機関車が線路を走り始めるぜ。まずは賓客を乗せた客車を引いて、スティーブンソン自ら運転する機関車が走り出す。順調に走行を続け、1時間後に石炭と水を補給するため、一旦停車する。これは浮かれるなという方が無理じゃない？その通り。賓客たちは浮かれて客車を降りてしまったんだ。途中下車をしないように注意されていたにもかかわらずな。それって危なくないの？線路は伏線式だった。賓客たちは客車の横のもう一本の線路に立っていた。そこに一般の乗客を乗せたもう一台の機関車がやってくる。まさか、世界初の商用旅客鉄道開通の日、同じ日に世界最初の鉄道事故が起こるんだ。賓客の一人、ハスキソンが大腿を引かれて瀕死の重体になってしまった。嘘？どうして？今では信じられないことだけれども、走ってきた方の機関車にはブレーキがついていなかったんだ。本当に信じられない。そんなことありえるの？最初の鉄道は牽引される車両側に乗った乗務員が手動でブレーキをかけていたんだ。けれど、この時はブレーキのある車両を繋いでいなかった。ありえないと思うか？でも、生まれたばかりの鉄道は未知なものだったんだ。乗客にとってはもちろん、生みの親にとってもな。まだ誰も鉄道というものを理解しきれていなかったんだ。ひどいことね。スティーブンソンは機関車を客車から切り離した。応急処置を済ませたハスキソンを乗せて機関車を走らせた。その速度は時速 64km。言うまでもなく、当時の機関車としては最速だった。ハスキソン。残念ながらハスキソンは運び込まれた先でその日のうちに息を引き取った。開通式はどうなったの？中止か続行か意見が分かれた。ここで取りやめては鉄道に不信感を招くとして続行することに決まった。何かに見放されたのかもな。致命的な問題こそ起きなかったもののトラブル続きだった。マンチェスターを折り返して4時にはリバプールに戻っているはずが、10時半までかかったぜ。予定されていた晩餐会にはほとんど誰も出席できなかった。言葉もないわ。最初からこんなことになるなんて。これじゃあ、事故のことは残念だった。ハスキソンの慰霊碑は今も事故が起こったその場所にあり維持されている。リバプールマンチェスター鉄道には事故以外に大きな問題がなかったことから、翌々日には営業運転が開始された。鉄道の経営は極めて順調だったぜ。複雑な気分だわ。思った通りにはうまくいかないもんだよな。開通したリバプールマンチェスター鉄道も当初の予定とは違った使い方をされたぜ。当初は貨物収入をメインに考えていた。でも、対抗して運河の運賃が値下がりしたから、貨物の量は思ったよりもなかった。代わりにメインになったのが乗客収入だ。乗客収入は常に貨物収入を上回ったぜ。これで晴れてリバプールマンチェスター鉄道は世界初の商用旅客鉄道を名乗れるようになった。明るい話でよかったわ。鉄道はこれまでよりもはるかに早く物と人を運び地域をつなげ発展させていく。鉄道はここから爆発的に増えていく。鉄道業の時代が世界に来たんだ。リバプールマンチェスター鉄道150周年記念式典。英国国有鉄道総裁は言ったぜ。世界はリバプールマンチェスター鉄道の視線だ。ねえ、マリサ。今回は勉強になったわ。新しいものが生まれようとするとき、それを阻む人は必ずいる。でも、結局はたくさんの人が努力して、必ず障害を超えていくんだって。いいことを言うな。私も障害を超えてみたいもんだ。自分で超えることはなくても、超えようとした人がいたとき、力になってあげられる人間でいたいわ。そうだよな。あれ、このテレビに映っているのサナエのところの神社じゃないか？あら、本当ね。へえ、自動運転の電気自動車による神社までの送迎？電子決済対応のお賽銭に、拡張現実による境内の案内、他にも最新技術が盛りだくさん、おかげで神社は大盛況？へえ、うまいことやっているんだな。霊夢、どうした？出かけるのか？早速、力になってあげに行くのよ。いろいろと話し合うことが多そう。え、何を？まず、自動運転はやめた方がいいわね。危ないわ。どうしてもするなら保険料と運賃を上げないと、10倍とか。明日は我が身。もうああなっているかもな。気をつけようぜ。